こんにちは、バンドインナボックス情報局長のスーさんです。このチャンネルはバンドインナボックスを使った音楽制作を通してシニア層にとっての生きがいや趣味の高みを目指すための情報チャンネルを目指しています。バンドインナボックスのみならず、その周辺のプラグインや DAO などの情報も含めて、私の経験上のお話を紹介していきたいと思います。そして、その先には、音楽作品を商品化することにより、収益化の可能性もありますので、そのお話も、私の経験談を紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今回の動画は、バンドインナボックスのデモソングを使って、20分以内でアコースティックな BGM を作る手順を紹介します。基本的には、前回も紹介した、バンドインナボックスのスーさん流3段活用法です。個々の機能の操作方法は、概要欄に過去動画のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは、早速やってみましょう。
動画はいかがでしたか？次回からもこのシリーズを充実していきますので、お楽しみにしてくださいね。バンドインナボックスは、一つずつ使って慣れていくことが大切です。ぜひ自分なりの使い方をマスターして、達人を目指してください。今後もバンドインナボックスで音楽作品を制作し、収益化に至ったノウハウとハウツーを紹介していきたいと思います。この動画が面白いと思ったり、このチャンネルが皆様の音楽ライフに少しでもお役立ちできたときは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、またバンドインナボックス情報局長のスーさんでした。